電撃結婚発表から一夜明けた11日、藤田七子騎手、26、イコールに、根本イコールは普段と変わらずに二本トレ線で2頭の状況にまたがって汗を流した。たくさんの方々から、おめでとう、と言われました。これからもより一層、頑張っていきたいと思います、と七子は決意を新たにしていた。今週は土日ともに福島で、土曜4蔵、 日曜4くに帰乗する。兄弟子で、長男、の丸山騎手、結婚おめでとうございます。これで七子さんも僕に優しくなってくれるかな、わら、兄弟子で、次男、野の中騎手、先月くらいに結婚する話は聞いていました。怪我だけはしないように頑張ってほしいですね。夫婦生活を楽しんでもらえれば、弟弟子で、三男、の長浜騎手、 少し前に結婚されると聞いて、あ、そうなんだ。と驚きました。普段はめちゃくちゃ優しくて、怪我をした時はすごく心配してくださいました。良きお姉ちゃんのような存在です。藤田七子騎手の活躍をきっかけに騎手を目指した大江原広騎手、めでたいですね。まだ連絡などは取っていませんが、いずれ顔を合わせた時に直接お祝いしたいです。